ニュースです。マスコミはなぜ坂本勇人中絶トラブルを報じないのか。フリーアナウンサーの古舘一郎氏が2022年9月13日に YouTube チャンネルを更新し、文春オンラインが報じたプロ野球巨人坂本勇人の中絶トラブルに言及し、なぜテレビ新聞は報道しないのかと、一部スター選手がメディアに守られるべきではないとの見解を示した。坂本選手に対しては記者会見を開くなり、禊をするなり、きっちりここを逃げちゃいけないと思いますと訴えている。